と時さんの筆則まあ一応、天のこれやっぱりここまで入れないと危メいで、ね、さんはどう筆則する。火山天皇の出家入道、これ、と時さんは一気に、えー、運命が安定します。986年6月に牛の国、深夜、火山天皇は金への合わされて出家入道。で、えー、やられた吉岡と栗重も、えー、結局出家して、火山天皇政権は空中分解。用意鮮明のない異例の上位と、えー、金へ折衝という、えー、形になっていて、 火山天皇がいきなり辞めてしまったことで、ため時の運命は一気に安定します。クロードっていうのは基本的に天皇ごとに任命されるんで、あの天皇が変わればクロードも当然、まあ式部の城も町任しなくてもいいんですが、この式部の嬢っていうのはおそらくクロードに付属した形で式部の城になってたんで、この式部の嬢もおそらく一緒に町任というわけで、首になっちゃったと。以降、10年間彼は無冠のまま��をします。 さらに言ったら、一切の資料に姿を表さない。司会や歌会にも、えー、姿を表さずに、この時代、ため時って言われているの,のは、個性のため時という人間であったりして、えー、別の人であって、この藤のため時はもう一切姿を表さないと。で、その理由としては、火山天皇、あるいはその義父などの、えー、接近が、時の権力者、関連員にとってみたら、えー、あいつは義父、えー、派だというふうに見られて、おそらく遠ざけられたんだろうと。まあ、そこまでいくと、どうやって収入を得てたのか。 もともと、無漢だった時は、まだ、あの、歌会とか、失会とかに姿をぽろぽろと見せてたら、その時のお礼とかかなというまでも、えー、で、友平親王の刑事を務めたのは始まるけど、まあ、どちちの人はそんな修理にはならんだろうと、えー。そういう製品の中で彼はおそらく、公務施支度に専念してたんだろうし、その父の姿は紫式部にも影響を与えただろうと。一方、道長の方で、えー、ため時の筆足、ため時は一気に安定運命は安定しますが、 え、道長さんは21歳で昇進します。彼の場合、末シであったのは普通は不利に働くんですが、彼の場合、弱なで父の再生期を迎えたことで若いうちにカンカンカンと出世できるという、まあ幸運に逆に恵まれると。986年はゴ位のクロード、ショーナゴン、サショウショウと、えー、次々と感職を経て、987年はサキオンダイブでジュサンミ13ミリ。13ミでは悲惨着の状況ですが、 その頃、右大臣ふじゃんの前を、えー、みちと道綱が容疑って投石されるという実験が起きています。さすがに石関係の息子であろうとも、う大臣の袋前を、えー、やると、えー、投石。まあ、三日目みは結局、まあ、金家、えー、まあ、あの、道ちとみちながが金家に訴えて、まあ、あの、金家とためじみの話し合いで、ためみつが刀をけん、あの、あげることで、えー、話は決着、手打ちになってます。 1988年はゴン中なゴン。彼は産業を経てません。つまり実務経験なく、いきなり朝廷のこういうトップの座に、こういう陣の定めの議長を進めるようなたりにポーンといきなり飛び出してきます。で、その頃、四季部の将棋、立花義信を捕獲して、将棋家天下の人を嘆くというふうに書いている。道長の結構請求で、せっかちでな性格、かなりこわ、えー、もてな性格が現れています。 622年は戦士の既得があり、えー、まあ、道長もその関係でいろいろとバタバタ動いてますけども、まあ、これはなですも、もしここで戦士が死んでいったら、道長運命も相当に変わっていただろうと。えー、990年、金が亡くなります。えー、道高が関白になりますが、同年、定氏が1、えー、代。遠雄中宮の順子を皇后に。定氏を中宮にという感で、えー、中宮とはもともとは皇后の別名やったんですが、 純子を皇后にして、中宮寺の純を皇后として、で、え、あいた中宮通のを新たに作って、皇后と別に、二丁、二項という形で、皇后と中宮の地位を分離しています。道長を帝氏の中宮のタイプに、え、まあ、任命しています。まあ、含むとかったのか、あの、立皇の式には道長さんが不参加だと。で、その頃、道長の娘の、えー、少子の八巻の儀が行われてますが、まあ、帝氏15歳、受大していった。 4人年下の、えー、ところに受罪していった。少子はまだ3歳。どういう気持ちを言たんだろうと。991年、沖、え、縄、ー、はゴンダイナゴン。4人超査していますけども、えー、4人超査で、えー、ゴンダイナゴ4人飛ばしてゴンダイに昇進しています。991年、選手は出径、えー。東三条院の称号、えーいわあの。これはもう中宮も皇后も数年いっぱいあったんで、選手は、えー、東三条院という称号を受けています。初めての入院であり。 インということで、えー、上皇待遇というあれですね。道長土門邸に行刑し、えー、そこを御在所としています。まあ、道長と選手の秘密な関係というのがよくあれていると。あの、そのまま選手は従って土道邸に、えー、行っちゃったんですね。で、一条天の長金行行が行われますが、この時、一、え、条、ー、は、えー、東三条から土道に行行してます。 だから道長はその功で12位に上がっています。ところが、990年、これちが内大臣21歳、若,若,若い人、3人超音ですね。3人超音されたのは藤原の、えー、藤原友光、藤原成時、藤原道長の3人の大納言を飛び越えて、大納言、友光、大納言、成時、権大納言、内大、これちがの,の、えー、上司の,あの先,先輩の権大納言である藤原道長の3人を飛び越えて、 内大臣になっています。これは貴族層からすると21歳でこの超通して内大臣ってないわーと、えー、いう感じですね。これはないわーと。道長の結婚。えー、987年、えー。まだもう少しの話が前に僕は9十七年。12月16日、林氏と結婚してます。道長22歳、林氏24歳と、えー、1年、1 2年、1年0 0年ですね。年 まあ、当時、道長左京の大部ですね。金ね五5男で、左京の大部の道長と、須大臣源正信の娘の婚姻というのは、これはどう考えても、やっぱり折り合わない。えー、ちょっと、正、えー、信サイドから不満が残る、まあ、牧師さんが、えー、かなりご了承したんですが、これは、大、え、当、ー、たりですね。おそらく正信サイドの事情としては、天皇が8歳、統合が12歳、 臨死24歳。もう臨死どう考えても、天皇や東宮の、えー、に入れて、子供がちゃんとやって外籍ができるとは思えないよね、というのが、まあ、事情がある。つまり天皇に受大させる選択肢が消えてしまっている臨死の場合で。道金や道,な道高は臨死の適齢期のところには、 えー、地位がまだ低かったために見送ってるうちに、シャーッと行っちゃって、結婚を逃してしまう、あの、まあ、あの、林氏さん、えー、石関係の、えー、嫡男とか、そういう上の方に入れるには、ちょっと、チャンスを逃してしまった、という事情があるみたいですね。だから、ま、当時、24歳という、当時とや晩婚で、えー、まあ、道長のことに行った、かなり隠して道長のことに行ったのは、そういう事情があった。つまり、まあ、あ マサノブさんとしては、うーんと思うとこがあったとしても、実はそれ以外に選択肢もなかった。天皇には入れられないし、えっと、年下すぎるし、道高道高にはちょっと上すぎるし、あの、そうやって、うーん、まだこいつらちょっと地獄にあるのをかけが、コーンと上に上がって、カンカンカンと上がっていっちゃったこの二人に対して、あららららららら、子供も、あの、向も結婚しちゃったし、と思って、要するに、まあ、チャンスを逃しちゃった。マサノブからすると、えぇ、ー、もうちょっと絵乗れへんかな 牧師さんが、いや、あいつ絶対ええってと、あんたはまだ天皇と嫡妬が考えてるの、無理,無理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 って言われたんでしょうね。結局、えー、牧師にあの、まあ、押し切られるようにして、正信は、えー、道長との結婚を認めたみたいですが、演出の婚姻で道長の運は上昇していったんですね。まあ、宇田源氏の高貴な地位、さらに世代人という正信の,の個性的な貢献、さらに正信の,の土帝を、えー、彼は入室とがで,できたと。 この時、漢文好きの道長が近所に食べてくると意識した可能性はあるだろうと。この臨死との間には二人の男子のように女子を産んでる。で、マッシュの騎士、えー、は女子が44歳の時に、えー、産んでるんで、彼女は体が丈夫やった、えー。ということは言えると思います。44歳で、えー、最後の子供を産んでると。このバランスいいんですよね。二人の男子。男子が少ない。 ので、後継者争いを最小限に抑えることができる。まあ、この二人、あの、燃えるわけですけども、まあ、二人で済んだ。で、一人だと今度はいつ死ぬのかわからへんから、まあ、二人おるつのは悪くない。で、女子は逆に4人もおる。こちらは、受代する札は多いわけですね。木先金を多く要すると。けも、二人、男子二人は関白に、乗り道、乗り道は関白に。 女子4にはいずれも東宮や天皇妃というふうになっていて、まあ、騎士は早死にしちゃったために天皇の、えー、になる前に騎士は亡くなってるんですが、えっと、残り、あの、騎士が立候補していると。陣氏さんは1008年11位に、えー、上り、1053年90歳で亡くなっています。1039年出家して、あの亡くなった時には90歳の長寿を全うしています。ちなみに、水戸ル関白で女房で、えー、あの、 五一条天皇生まれたあたりから、えー、要するに祖母になたったあたりから、母というふうに呼んでます。まあ、母ちゃんと。お母さんと呼んでたんだね。ちなみに、これが、えー、道長関係の系図で、勝者は一条天皇の、権者は三条天皇、石は五一条天皇、騎士はあつ厚永親王、後のご、えー、須作天皇の、騎、え、士、ー、が受罪したのは、えー、道長の死後であることと、それから騎士、えー、は俳人しちゃったんで、 あとの、ゴスダク天皇妻、ゴスダクのように亡くなってる。一歩もう一人の妻。当時の貴族はなんか妻とイ婚というたあっちこっちにおあ妻を持ってるようない感じがしますけども、実際には着災の家に向こう入りして同居するのが一般的であって、基本的には実はあっちゃこっちゃに女を作ってあっちゃこっちゃにこう行くんじゃなくて、 基本的には、着彩の家に向こう入りして、その人と同居し、その人一本で行くついうのが普通だったみたいです。えー、道長クラスに出てくると、まあ、配偶者2人寄ったりするわけですが、えー、道長は、この着彩の家に向こう入りし、同居するのが、まどコンという形ですが、基本的には着彩に向こう入りしてるんですね。だから、道長の場合も、着彩である林氏の家に向こう入りして、源正信のえ、元に、まあ、向こう入りしたわけです。 だから基本的に家屋敷は当時は、まず女の子に伝領されて、そこに婿入りが入ってくると。あのそういうのって結構ありますよね。あの、鎌倉時代でもまだ、例えば北条氏でも、北条政村の時和殿っつうのは、政村の娘向こうの、えー、北条時持のもとに行っていて、この時持の子孫が時はを名乗るになります。六く <laughs> らたんだよ、世襲、あの、代々多数ですが。 だからまあ,あのそういうのはまだ、えー、結構は残ってて、まだ家というものができる前は、氏から家とい,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 いうのは、家とは結局、男、えー、から男へという、これはできるのはやっぱり鎌倉時代、平安末から鎌倉時代にかけてあって、あの平安時代はまだこの、えー、娘に、えー、伝領されて、着災の家に向こうにして同居すると。ただ、中退は氏なんですね。だから道長は源の道長とはならないわけです。 もう一人の妻では明氏、イシ。えー、源隆明の娘です。彼女は明氏が9歳の時の969年、アンナの辺で失脚。隆明らの同母の弟である森明親王に養育、えー、されますが、森明親王が死んだ後は、戦士に引き取られています。ということは、明氏さんは戦士の縁で結婚したんじゃないかと見られます。時期的な臨死との婚姻の少し後であると。道長る一年年長であると。 ある君ではちょっとややこしそうな続線ってますね。嫉妬にかられるそういう続線、えー、ってますね。名氏の間に四歳の男子と二人の女子が生まれてます。マシの長い家は四十歳の時ですから、彼女の女も、えー、道長の調和を長く受けたことと、それから、えー、彼女自身も非常に元女だったことが伺えます。彼女も長女マット氏八十五歳で亡くなってます。貧氏と名氏ですが交互に子女を出産してますね。 出生順から言ったら、少子、寄り道を生んだ後、えー、寄り宗、剣士、明信、医師と吉信、えー、あ、先に寛氏が来るのか。よし、えー、では、えー、医師の前に寛氏が来ますね。吉信、寛氏と来て、乗り道、孫氏、騎士、長家というふうに、えー、なってますかね。騎、え、士、ー、のが後ですね。長家、長屋でも騎士の後ですね。長家が41歳の時。 えー、明治40年の時、えー、臨死ほぼ同じぐらいな、という感じになっています。だからまあ、えー、交代交代に、生、えー、んでいて、配偶者としては同学と見して見ていたらしいんですが、えー、ただ子供の待遇には立たず、頼むには宇大臣になったのをのこぞくと、吉信長屋権太長門まり、秋信は、えー、様の神の時に出家してしまって、えー、で、邸宅を伝,さ伝領された人もいない。未同間白期で、 名詞については堀川の辺とか、この辺の帝というふうに呼んでるんですね。堀川の辺りとか、えー、この辺帝というふうに住んでる場所で呼んでるんですね。これはまあ考えてると女房というのは一回だけで、基本的には、えー、女房とかいうふうに呼ばれることはほぼ一回だけを除いてない。堀川の辺りとか、この辺帝。それは当たり前であって、あの道長は林氏とは同居してますから、住んでるところなんですが、名死とは別のところに住んでるんで、 名詞と夫婦、夫婦をやるときには、名詞の家に行くわけですね。道なんかが。それこそつまどい込んで、名、え、詞、ー、のもとに行くわけです。だからまあ、その場所になるわけですね。で、メイドは韓国、臨車353回でできますが、名車は36回と、もう圧倒的差がついている。さらに驚くべきことに、名詞の初登場は、名四41歳の年の、マっしー長家誕生の日ですね。 長い誕生日に初めて書かれたんであって、それまでの頼胸から始まって、子供たち、全員、書いてないんですね。道長は、緑川乾白金その誕生。これはおそらく愚中歴が土見門邸にあったからじゃないかと、村本さんは推測しています。おそらくこれでえ光る君の2月あたりまでの話になるんじゃないかなと。 私は思っております。だいたいどれくらいで、あの、道長の、名、え、士、ー、と林氏が結婚して、道長が、これ地下に追い越されるのかっついうのはい、いつ頃だかまあ、だいたい1月、2月あたりかな、これが、という気がします。上院って出てきますよね。あ、上院、はい、はい。東三上院から。さっきの話だと、これ、中部や皇后部が空いてなくて、皇太后とか、 で、女院にしたんとは入院っていうんですかうん入院。入院ですね、確か。これ、なんかいいことあるんですか入院にしてもらうと。もう、詰まってるものを残すわけにもいかんし、新しく作ったんで、まあ、ええー、ことあるか言われたら、要するに、皇后や中宮のあれがポストがもう空いてないから、新しく作っちゃえ。この後ね。 出家した人みんな入院になるんちゃうんですか美福毛院とか、家庭研毛院とか、あれみんなそうなんでしょそう、だから入院の始まりですよ、これ。入院は中宮とか皇後,后みたいな定員がないから楽ですよね。あじゃあ、どんどん出家した元中宮や、あ美福毛院なんだ、あれし皇后になってるんか。で、院の方が実は上なんですよ。院ですから、これ上皇大学なんですよ。いい 皇后より上やとそうそう厳密に言うと、院の場合は、多分、ここ、女院とかの場合も、あの確か女院とかもあの、あれ、皇后も崩御になるのか。女院の方が一、確かねあの、一応上なんですよ。上皇と同じ扱いになるんですね。うん。一応。まあ、ある意味ですね、皇后があの新しく上皇后というポストを作ったもんですね。 ミチコ上皇を作ってるもんですねではコメントの方で、道長がその後、コレチカなどに礼遇したのは、調査されたということに対するジェラシー、嫉妬があったからでしょうか。あまあ、それはあるでしょうね。これ、コレチカには油断ならんというか、調査されたという事実はやっぱり消えないでしょうからね。 コレチカの諸行に対関しては、まあ、道長は割合、あの、緩い方やと思うんですけどね。もっと心の狭い人だったら、もっと、あの、冷遇 <laughs> してるやろうから。コレチカさんが自分でこけってからは、そんなにいじめたりしてないですよね。うん、そうなんですよね。うん。まあ、そこそこ適当に <laughs>。 名誉傷つけん制度には、まあ一応、まああの、気を使ってるかなという気がしますね。高谷さんもまあまあ好きに生きてい<れ>けたみたいやし。高谷さん自由ですよね。<laughs> あの人自由に生きてるな。で <laughs> その間にね、あの、うちの邪魔なやつやから徹底的に干したろかとか、そういう気もないみたいですね。はっきり言って自分で思いっきりあんだけ派手にこけると、 まあ逆にこれこれ以上いじめるとちょっとあの,かあの逆に俺悪夢になっちゃうかなというのはあるんちゃうかなと思ってます。うん、あそこまでやらかしたやつはもう逆になんかここであのそいつをいじめると逆に同情されるけどそこのところでそいつをこう許してやるとそいつのがまたあのさらに情けなくなるし <laughs>。とかまあ自分の株も上がるし相手の株はあ、あ相手がそれでなんか復権することもないし。 ということをやらかしてますよね、これちかさんは。そのレベルのことをやらかしてやらかしてますからね。林氏さんは道長よりも早く十一になった。高尾さんの妻は一人だけで他の女とは全然関係を持たなかったそうです。その辺はその人の考え方なんですね。あちこちの女に通う人もあれば、いやもう可愛い妻一人、ね。今あのこれコラボさん言ったら基本的に多くの貴族は実は。 その邸宅に住んでるのがひあのひ一筋みたいなねあ。むしろあの下級貴族になると、うまいこと配偶者が見つかるかどうかっていうことそちらが、なんかね、そちらの方が問題ですよね。男が忍んでいって歓迎してもらえるのはそんな苦行だけやん。<laughs> <laughs> そりゃそうですよね。<laughs> もう誰だよ、お前みたいな。<laughs> 帰れ、みたいな。<laughs> 現状の中語りに出てくるのはそういう。 忍んで行ったら、はいはいって歓迎してくれるような家の子ばっかりやから、あんなものだとか成り立つんで、しーこい、家計の貴族の子が行ったって、うん、君何ですかって。帰 <laughs> って大変やったんや、あい、ね、嫁探しは。と、ねいました。<laughs> それはそうですね。磯物語の頃は、まだ、割と,と、もっともっと自由やったっいて。 アリアの成だとか現時物語の頃はもう苦行の子供じゃないと道長と紫式部との間に男女関係があったかどうか今となっては分からないですよね。まあ多分なかったんじゃないかなただねあのウィキペディアこれウィキペディアネタで申し訳ないんですが。 孫悲文,文脈に紫式部のところに道長小と書いてあって、めかけと書いてあって、えー、道長側室になっていたという記述があって、で、えーまあ、江戸時代の学者たちは、そんなことあるはずがない言うて言うとんやけども、それは逆に、中学的な世界に、女は二夫、えー、にまみえずみたいな、そういう見方になってるんで。 その尊貧文脈のその技術をそのまま信用するのも問題だが、それをそんなはずはないいうのを問題だと言われてて、この辺はもう、あの、ま、さっき言われたように、やぶん中ですよね。わかんない。